皆さんこんにちは。今日はここ大阪経済大学で開催される第2回ゼミ1グランプリの模様をお届けいたします。今回のテーマは可能性。可能性をテーマに各チーム10分間のプレゼンテーションを行い優勝を争います。さあどんな可能性が発表されるのでしょうか。早速予選の模様を覗いてみましょう。どのような可能性が発表されているのでしょうか。楽しみです。セット購読の人気が下落しました。選ぶことを的確な判断ということで、ほぼ4人に1人が女性客。皆さん真剣な表情で発表されていますね。どの組の発表も興味深い内容です。まもなく予選の結果が発表されます。どのチームが決勝へ進出するんでしょうか。いいやん、いいか。あ、僕1位です。はい、ありがとうございます。感想は、いや嬉しい限りです。ありがとうございます。ちょっと先生に今から電話したいと思います。はい、ありがとうございます。必ず優勝します。はい、シワゼミ3つとも通りました。ありがとうございます。自信がなかったのですごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。決勝も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。それでは決勝の模様を覗いてみましょう。価格や品質、デザインの他にも何か要因がありそうですね。店舗に入る前から購入する気持ちになっているのではないでしょうか。徳永ゼミ、藤川求です。これがその地域コミュニティの規約化。ひよとこ、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 ひよとこという感じに。たかが行列、されど行列。平日の木曜と、あらなのでしょうか。細川ゼミチーム SNS の発表を始めさせていただきます。で、今までテレビ新聞企業がもう大量の学生と大量の企業が、本日は行列のできるラーメン店、同じ通りには何軒もの並んでいる人の平均人数、赤色の折れ線が固定観念を覆すことが可能であると私たちは考えます。もし大慶大寺のゲーマーが、もう楽しさはゲームの楽しさに直結しますが、マリモにタッチするとコミュニケーションが、イギリスの経済史エコノミストの価格表が120円のポテト 200g 220円。グループ A では原子炉の連携を同期移植の部分。こんにちは、藤原ゼミナールのおじです。アンケートについて発表させていただきたいと思います。私たちが取ったアンケートの結果、この2つが大切だということが分かりました。今回の私たちの発表で、決勝戦が終わりました。この後はいよいよ結果発表です。結果発表は学生実行委員の丸山くんにお願いします。それでは第3位は服部ゼミチーム服部くんです。表彰状、優勝賞チーム服部くん殿、第2位は藤原ゼミ電気自動車の可能性です。優勝賞、優秀賞電気自動車の可能性との、これぞ大逆転。第1位は江島ゼミ一番ヌードルの皆さんです。表彰状、最優秀賞一番ヌードルとの B チームは第2回ゼミ1グランプリゼミナール大会において当初の通り優秀な成績を収められました。よってここにその功績を称え表彰いたします。平成23年10月20日大阪経済大学の表彰さん、おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。文章を考える力が私にはないので、手伝っていただいたり、すごいたくさんの人
に協力してもらえなかったら私はできなかったところとか結構大変です。他のチームと競い合えたんがモチベーションが下がらずにずっとやっていけたポイントかなと思います。初めにあの行列の1週間ずっと店の前に張り付いて、はい、調査するっていうのがあれは今年の1月なんですごい寒い時期にやってたんで、はい、初めにそういうしんどいことをみんなでできた時にすごい団結力がそこから強まったかなと。僕は去年のインカレを見てここにこれだと思うんで、僕が今度は感動を与えられたらいいなと思います。プレゼン力を磨いてもっといいプレゼン、人を引きつけるプレゼンをしたいと思います。ありがとうございます。今までの成果を十分に発揮できたらいいなと思います。ありがとうございます。今まで頑張って調べてきたので、その調べたことを全部出し切れるように頑張りたいです。これは一つのステップかなと思ってて、一つのプロセスですので、これでまあ大きく学生は成長したかなと。で次は西日本インカレですので、目標はまあまたトップになることですけれども、その中のプロセスでね、学生がまた一段と能力を高めていければいいかなという、そんな風に思ってます。本当になんか今日は良かったなと思います。ありがとうございます。シマヌードルの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。いつもすごく明るい徳永学長と、いやいや実行委員長の丸山さんにしっかり者の丸山くんでインタビューさせていただきたいと思います。無事に終わることができて本当に良かったです。ここらもう一人にね、もう学生スタッフのね、丸山くんはみんなのあれなんですよ。やっぱり、ね、続けていきたいと思うんです。はい、やっぱり僕徳はゼミの大経大っていう風なねことで、これが一つの集約点やからね。でここでやっぱりみんながこうやって集まってやれることがすごくいいと思うんですね。で先ほど僕も言ったけど、やっぱり大事なのはこうやって参加すること感動やね。自分の中に何か新しい感動が生まれる、感動をたくさん溜め込む人が僕はこれからね社会に出てね、いろんなもの働けると思うよね。ありがとうございました。あー汗かいた、めちゃくちゃ汗かいた。第2回ゼミワングランプリいかがでしたでしょうか。私も初めて去年行けなかったので、ちょっとレポーターを通して見させていただいたんですけれども、すごい学生のみんなの真剣な顔が同じ同世代とは思えなくて、すごい尊敬して、私もちょっと考えてみようかなと思いました。勝ち抜いた3組の皆さん、西日本インカレ頑張ってください。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。